第10期麻雀グランプリマックス一次予選イータク5回戦の模様をお届けいたします。実況は私鳥谷幸則、解説は広柴田プロです。よろしくお願いいたします。お願いします。それでは対局の準備ができたようです。第10期麻雀グランプリマックス一次予選イータク5回戦対局の開始です。さあ最終5回戦です。ちーちゃこちら近藤、そしてなんちゃ柴田義和、シャーチャにさあ松本、そしてペーチャ前田ですが、おっと何かあった模様ですが大丈夫だったようです。さあ4回戦ってきまして、最終5回戦です、現状さあ出ました、点数がこうなっております。トップの松本がプラス 72.0、 そして2着に柴田、4回戦苦しかったです、プラス 16.3、 そして追いかける前田3着 33.8 ポイントのマイナス、そして4着が近藤マイナス 56.5 という結果での最終戦を迎える形となりました。これはもう、ターゲットが柴田ということなんでしょうか。逆転までにはどんな条件になってるんでしょうか。はい、前田さんと、はい、まあ、柴田さんが一番近いんですけど、はい、これが40ポイント差だいたい、はい、40.1 なんですけど、はい、まあ、トップラスにしたら2万4000点の素点差つければ2人浮き状態で、ね、はい、逆転がある。2人浮き状態で前田がトップかつ柴田が4着、うん、そして2万4000点以上の差なんですけどね、そんなに難しくないんだよね、はい、比較的現実的なラインということですね、ラインですね。まあ沈めるってのはまず大事なことよね、はい、そして近藤となるとさらに点数が、まあ、前田さんできてはまあ5万点いっちゃえばまくってるんじゃないのみたいな、5万差ぐらいですか、2万4千差が前田なら、あ、近藤さんはちょっと厳しいよ、はい、近藤さんはまあトップラスで5万6000点ぐらいつけなきゃいけない、トップラスでプラスで5万6000差、うん、だからなかなか厳しいですね。そうですね、だから相手が2状態での最終戦ということですね、さあそれでは見ていきましょう。前田が少し自敗の多い手組みをしています。少数紙まで見てはいるのでしょうか。テンパイではない、柴田は白を仕掛けています。イーシャンテン、近藤さん第一でドラっていうのがもうちょっと気になってた、面白いなと思って。近藤本当ですね、第一打がドラのイーマン親です、うん、で役牌の重なりを残したんですよね、はい、親で第一打ドラのイーマン、うん、公式ルールで第一打親がドラのイーマンを切ってきたらもう、あ、論敗をチーして短期受け替え、はい、聞きやすい、なるほど、どっちがお得なのかね、はい、手代わり3万7万の両面変化、あ、7万、ね、引いてたのか、引いてたんですね、まあまあ、両面変化と松本は今あの自由な単野を、はい、柔軟な形を選択したという、うん、こちらですね。昔はねどっちがいいよ、同じくらいじゃないのかな、はい、確率的には。マンザ処理したかったのかな、うん、ここでしゃ、まあ、これで先輩ですね、柴田に天敗サブローピン、これはチー白を仕掛けています。さあパーソー、これチーするとそうパーソーチーのパーソー待ち、あ、パーソー、うん、さあパーソーチーのパーソーチーしてパーソー切ったらダメよ、はい、パーソーチーしてパーソー待ちということだったんですかね、今のは少し止まっておりましたが、パースをチーしてパースを切るのはダメですね、うん、しかし公式ルール食い替えは可能となっておりますので、うん、ウーソをチーしてパースを切るとかね、はい、いや当てたくないけどな、まあ、でもまあ松本さん100あるからね、相手との差がね、はい、まあ、何やっても大丈夫じゃね。さあペイがさあ2アンコウという2アンコウ2アンコウドラ1、
前田です。いやあれちょっとリャンピン危ないね。さあ近藤のリャンピンが松本の短期にリャンピン打つんじゃないかな。飛び込みました。トン一局やはり松本が上がります。単野を1000点開局の上がりを欲しいまま今日は松本の日かもしれません。トン2局吉田の親番です。ドラは数万、吉田とまた言ってしまったようです。柴田の親番です、多分そうですね、あの天下目のネームプレートを見ながら喋ってる節があります。吉和の吉を見てしまうようです。右から読んじゃうから、右から読んじゃうのかちょっと分かんないですが、何かその吉和の吉に影響されております。失礼しました。さあ松本が第1打イーマンチーです。なんだろうねはい、面白い、ね、これはどういうことなんでしょうか、さあ今度イーピンガン答え質問。さあ松本こちらです。チャンタを遠くから作っていく、あチャンタねということでしょうか、そして受け駒としてのペイなのか。そうね、まあ振り込まないっていう自信があるっていうのが大きいようですね。あなるほど。さあ泣いたイーマンは先ほど前田が積もっていましたが、あそうなの、まあ、はい。しかしいろんなことをしてきますね松本。面白いですね、ちょっと新人らしからぬ、まあはい、新人っぽいけど、ね、新人っぽいんですかはい、ちょっと分かんないんですけどもう結果を出すっていうのが大事だからね今ね、はい、松本さんにとっては。今日は松本の麻雀は結果を出していると言って過言ではないでしょう。これつもぎりでしょ、さあチーマンはつもぎりでした。ターツが足りているという判断ですか。チャンタに行くならチーマンは1枚でいいという。これは切るんじゃないかな。安全牌を残したいんだね今の2万を考えるっていうのは、はい、2万のくっつきよりは安全度、なるほど。1個仕掛けることで相手に対応させながらも安全な道を行く。対応なん分かんないですけどそういうことなんでしょうか。対応はもうここでする人はいないよね。そっか、もうそうですね、最終戦ですもんね。柴田さんが来た時は対応するかもしれないけどね、上がられるとまずいから。はい、松本さんに関してはほぼ1目の松本が仕掛けるとしてもそうか、無視されやすい状況ってことですか。これほらこれは動けないよねペイはね。はい、要はペイを動いてしまうとちゃんととはいえ受け駒がねなくなっちゃうから、もう1個だけ泣いてあとは安全に進めようっていうことですか。受けた。おや、あこれ、はい、前田さんと近藤さんにプラスに働く可能性もあるよね。なるほど。あの吉和くんがね、はい、今受けちゃったことによって、打てない牌が。ここはだって攻めるだけだもんね、ここの牌はね、はい。近藤プロはもう、はい、攻めるだけ、分かりやすい状況になっています。前田プロも。これ天敗だ。はい、攻めていかなければ。トンじゃないのかな。横のピーだ。あ、これは三個だ。三アンコウが。どうする？何？できました。そして四万と一手代わり数アンコウという。闇天かな。マジか。数アンコウ、数アンコウに行きました。ローピンがもうないということですか。ローピン出てるから。はい。イーソーも。ここに2枚あるので実はないんですが、いいそうね、はい、しかし近藤は数アンコにこだわりましたね。逆転への、はい、憎い牌。4万がどこにあるの？4万ってあるの？4万がですね今のところ山に、あやばいじゃん、はい、2枚なので短期で張ってしまう可能性があります。えこれさ、だってさこれ4万引けばやばい、引けばですよ、引けば、そしたら隣万が1個多い。
さあここで薬満が炸裂すると大慌てです。ああこっちに来た。しかしまだ1個ある。なんだチーピン来た。スアンコこれは静かにしましょう。リーチに来た。チーピンとスーマン積もりでや積もりスアンコチーピンがなしですか。ドラ1枚だ。はい、スーマンが山に1枚、ツモスで山1、十分でしょう。十分だと思います。これを積もってきたから残ってる、そういうことにしたい。さあさあさあやってきた麻雀グランプリマックス一次予選。さあいるか、スーマン、ウーピン全然違う。あとチャンスは4回ほどありますか。ペーチャですので3回か。スーマンまだいる、ね、はい、まだいるぞ。これを積もるとどうなるんだ。アンカン、アンカンからのリンシャン、スーマンいるか。もうこれチートじゃないの分かったからね、はい、あれじゃねみたいな。全員がビビってる。これスーアンコじゃないの。違いました。ローソーまだいる。一打一打確率が上がる。柴田さん親だもんね。はい、柴田は親番。積もると柴田と並びぐらいとのことです。いるか、いろ、マン、隣のマン。さあまだかんの。まだまだ積も番はある。背底、あ背底ではないか。チーが入ってるからシャーチャー、前田が背底か。チーが入ってるけど缶が入ってるから、あ、そうか、なんだ、わかんない。なんちゃが背底、なんちゃが背底ですか。いるか、ここだ、引いてくれ。いませんでした。こうなったらあの感謝時の背、まあそっか、背底背積も背じゃないですもんね。うん、流局となりました。大逆転手数暗号成就せず、近藤の一人転敗で流局です。あわやという。柴田はヒヤヒヤものだったんじゃないでしょうか。うん、このリーチダメなのかな。流局となりました。さあ松本の親番、トン3局1本場、京卓は1本、ドラはチーマンです。いやー、わやすあんこうでした。うん、ね、山にはいたんですが。さあ松本、3万があんこうで入っている。前田は統一が2つ、流派の統一が見えます。近藤は少しピンズが多い。マンツモで並びになると、うん、3人で競り倒すオーラスになっていたってことですよね。そうですね、はい、1万6000払うわけだからね、柴田さんはね。いきなり8000、1万6000と。公式ルールの役満ってやっぱダメージでかいですよね。でかいね本当に。はい、あの1万6000払う時の悲しい気持ち忘れません。まあ払ったことないような気がするな、あんまり。はい、松本が着々と手を進めています。うん、ペンチーマンリーチ打つかな。さすがに打たないよね松本のリーチ。そうですね、ちょっと7万引いたらリーチはあるけどね、ペンチーマンリーチってあるのかな。はい、まあでも100離れてるからね、何でもありだけど。さあ柴田前田間はそうですね、まだ 50.1。 こう勝った時さ、はい、次のゲームに持ち越せればいいのになと思うよね。2回戦に1次予選の2次予選。あ、そうですね、ね、はい、
今日で1次予選がすべて終わりまして、2次予選出場者がすべて揃うと、うん、この点数持っていければ松本は安泰ですね、うん、さあ松本天杯を入れました。カンチーマン、ドラのチーマンです。面白いよね。柴田と前田の差があれですね、 50.1 ですね。失礼しました。 50.1、 はい、49、 50.1 からですね。あ、 50.1 だ、はい、3万4000差が必要。あ、そうですね、はい、そうそうそう、危ない、はい、数字に弱い取り合でございました。2人でねそうですね、 40.1 だって。 40.1 なので2人で行ってたのね。その最終確認をしたのは私取り合でございます、ね、40.1 ですと、はい、広島さんにお伝えしたのは私トリアでございました。さあ松本がピンズの二差し落ち、ね、おっと前田がリーチ、うん、リャンソーとリュウハのシャンポン、うん、これ多分松本さんが仕掛けて吉和くんがやりにくくなっちゃってんだろうね。なるほど、うん、この仕掛けだからこうあるべきみたいな、ちょっとずれてるじゃない、はい、仕掛けがだから吉和君がちょっと打ちにくくなってるね、はい、何してんのと多分なってますよね。どういうこと、何の地位なのと。いや、ここで両面地位したらさすがに5倍以上あるんだろうみたいな、はい、打点が伴ってるから地位してるのかなってやっぱ考えちゃいますか、うん、だから振り込めないんだよね、はい、吉和君親にね、はい、回せない、うん、だからそうこうした間に前田さんライバルからリーチが来た。そう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 、これはなかなか。でそしてこうね、やめちゃうからね、はい、柴田が苦しくなって前田がリングに上がってくるという、松本の狙いがそれだったら恐ろしくないですか。あ、誰か、いや狙ってはないと思うよ、はい、ナチュラルにあの上がりを狙ってると思うんだけど、はい、普通にこれが吉和くんにやりにくくなさせられちゃってるね。さあ、ま、前田の上がり牌は流派がここに来ちゃいました。リャンソーがあと、あ、いやないですね、リャンソーもこれで上がり牌がなくなりました。山からリャンソー出ることはまあノーチャンスなんですよね、柴田さんから見て、はい、リャンソーが出ることはあるかもですが、でも安牌の枚数足りちゃってるからね、はい、でノーチャンスだったら三蔵とリャンソーで三蔵の方が切りやすいじゃない、はい、シャンポン両面にするかシャンポン三蔵のシャンポンより、あ、はい、リアンゾのシャンポンの方がね、はい、まあ、ポイントないから三蔵のシャンポンとかもあるんだけど、はい、リアンゾと三蔵だと、うん、はい、リアンゾの方が危ないですね、危なさはあるじゃん。2-4は2-2-4の形と3-3-4の形の話ってことですね。さあ前田は通過に向かって果敢に攻めています。山にはありませんが天杯をしての親番を迎えることになります。龍局になりました。松本の天、前田天杯、近藤も柴田も伏せて一人天杯で龍局です。トン4局2本場となります。京卓リーチ号は2本。さあ最初のチャンス、前田のトンバの親番です。何番トンバ、トンバですね、今トンバ、あ、そうですね、トンバですね、びっくりした、はい、最初のチャンス、トンバの親番、ドラはスーピン。さあ、スーピンの姿が見えました。ちょんちょんを取ってデキメンツはありませんが、仕事で一メンツちょっと急走、嫌なことでもあったんですか。そうですね、チェっていう感じで今捨てたように見えましたが、そういうことではないと思います確かに麻雀をしていてその辛い状況が続く時っていうのは心がね、やっぱり私なんてすぐ荒れてしまいますから隠すのに必死です。柴田さん、役合いが2つ、いつか面白いね。柴田に役、あ、仕掛けました、うん、柴田がシャーを松本からのポン。やっぱり前田さんの時はね、全力で行った方がいいでしょう。ライバル前田の親番ということですね、うん、い
はい、柴田としては一番やらせたくない相手という、うん、前田の上がりイコール自分の敗退につながると、うん、前田さんの争いもあるから、はい、ここ全力でいってもいいよね。どうせ大浦さんまた勝負やってくるから、はい、まだ補充覚悟でいくんじゃないかな。さあ柴田はトンも問いつ、前田はまっすぐいいシャンテン、いいシャンテン、ウソ、あー、リャンソーが、前田のリャンソーがここにあんこ来たよ。柴田が2個目の地、いいシャンテン。さあ前田どうなる、ウソを引いてリーチか。柴田が一番迎えたくない状況がやってきた。町のリャンウソは残り3枚、リャンゾウ1枚、3枚でもトン全部いるんでしょ。はい、トンはいますね。トン2枚、サンゾウ1枚、サンゾウ1枚、3対3、はい、3対3は分からない。勢いがあるのは前田か、どうなんだ。柴田さんリャンゾウ持ってきたら難しいね。ツーチャンスでサンゾウいっちゃう、リャンゾウいっちゃうかもしれないもんね。はい、柴田が、あ、これはそうですね、リャンゾウ多分切りますね。柴田の宝珠まであります。どうだ、うわ、力入ってる。これは最初のぶつかり合い、どっちだ。おお、柴田さんも、はい、柴田もムスジのローピンを静かに、ムスジじゃないか、ローピンは、待って待って、松本さんの手を、何ですか、松本からローピンが出ている。よく見れば松本はリャンウーピンでテンパっている。あ、嘘当たり、嘘の当たりは回避。あ、松本さんのローソーが、はい、三蔵を切らしたってことですね、うん、この綾はどう出るか、ね、数層は2枚。あれ、でも松本さんリャンウーピンで単品ドラドラでしょ。はい、リャンウーピンの松本やばいじゃん。あれ、関数層対リャンウーピン対リャンウーソー、リャンウーソーが一番苦しそうだ。でも柴田さんリャンウーピン持ってきたら切っちゃうよね。そうか、はい、そうですね。あ、近藤さんが打っちゃうかも。近藤さんにリャンウーピンが余ってますが、さすがにね、柴田さん危ない、小そう。あ、もう一回三蔵、三蔵、どんどん上がりが遠のく感じ、はい、この感じ。関老層になりました。関老層はあと1、あ、0枚だ。関老層は上がりがない、山にない。面白い、老層打ちあるじゃん、だって近藤さんに、近藤が老層打ち、なるほど、三蔵と九層が通ってるしね、はい、通っている。さあリャンウーソーは、あれ、これは関係ない、はい、あれは関係ない、ローソー打ちあるよ、ウソーがここに来てしまった。いや、ローソーあるよ。あ、でも5万切る、いや、でも粘れるか。8万、粘りました、すごい粘った。あ、リャンウーソーは小層打ち、器用だね。どうなっていますか、小層現物だから柴田さんどうなっていますか。あ、リャンペイコー、ジャンシの憧れ、リャンペイコー、みんな大好きリャンペイコー、みんな大好きリャンペイコーができてしまうのか。リャンソーあと1枚、サブローソーの振り点、リャンペイコーはリャンソーいるか、積もるか、パイマンだ、サンソー関係なし、関係なし、今や関係なし。うわ、もう近藤さん売り切れないよこれ、つらいぞ。あ、5万とか、近藤はつらいぞ、老僧ってのもあるよ、ね、うわ、うまいね、3万。あ、これは現物よ、あ、いった、ウーピンの宝珠は柴田義和、松本の上がり、リャンペイコーとはなりませんが、さあ単品イーペイコードラドラは8000は8600。ここで柴田が満願の宝珠は前田には朗報ではあります。さあ親は難一局近藤となっております。さあその差がさらに縮みました。前田柴田間です。ドラはウーピン、さあ近藤のハイパイ、お、なんか暖かいぞ、2面ツある、なんから、さあ 38.1 ポイント差でしょうか、はい、さあ柴田前田間が
38.1 ポイント差です。前田龍波統一、お前田さんトップになればいいだけどね。4万点超えればいい。前田は4万を超えれば逆転でしょうか。条件計算が少しずつ難しくなります。ざっとだからね、まだ足らない、ね、あ、4万点超えても足んないけど、あ、50.1 差だから、あ、そっか、まだですかね。 50.1 だったんだ。今まだ3万点差ほど、失礼しました、はい、トータルでございます。まだまだです。まだ柴田の方が、前田さんは5万点ぐらいだ欲しいね。そうですね、うん、だそうです。5万点いけば前田の勝ち上がりと、うん、じゃあどっちが勝ったの。 5% 打つぐらいだったらあれか、漫画打っちゃった方がまだ良かったか、今みたいな。だって松本さんがね、はい、そうですね、松本に報酬する方が、うん、まだ1局減らしたと思って、はい、前田に5800はもう1万点差縮んじゃうってことですよね、うん、ね、はい、で1局減るのに通行量的なね、はいはい、もちろんまだやだけど8000を通行量、うん、だいぶ高い道路ですね、うん、8000が通行量、うん、5% でもう1局やるよりは8000払って前田さんの間で減らしとく、はい、柴田さん払いますか、8000の通行料。8000の通行料知ってたら振らない嫌だもん。そうですね、結果通行料になっただけですよね、うん、でもポジティブに考えた方がいいから、はい、そうか、前田に5800打つよりは良かったという、まあ、前田さん 5% ってのは分かんないんですけどね、はい、そんなに打ってる方にはたまんないか。そうですね、ひやひやものだとは思いますが、うん、ただ松本さん、あんたそんなあるんかいっていうのは。ああ、でも押しがね、ローソン押しが、はい、バチバチ押してましたが、全てにね、うん、はい、入ってるんかいっていう、やっぱりそれなりの根拠があると。はい、白切りか。お、入りました。いいでしょ。ここは親番近藤先制リーチ、リーチピンフ高め、イーペーコー、待ちは数値いそうです。前田さんが行くかどうかよね、はい、この近藤には誰も飛び込みたくない。前田さん手形になったら行く手はあるよね、ドラトイズらしい、はい、ドラドラの前田は、はい、行く理由がありますか。あ、ペン3ピンから行く、ね、いいピン安全だから、はい、こう行きました。ここは、うん、安全がある程度確保されてるっていうのもあるのかもしれない、はい、前田は前に出ました。松本にペンチーソーがやってきた、うん、イーシャンテン、前田もイーシャンテンですが流派が必要、うん、流派は現状1枚切れ、はい、1枚切れの状態、誰も持ってはいません。あと1枚イーシャンテンだよ。うわ、お、さあ単野王にはいけません。泣いてるのはピンズで123、8万にしますか。3万の方がいいか。3万つもぎり、あ、3万でした。パーソーは隣、と松本はしっかり受けながら、きたー、やってきたー、初4枚目の初を、なんとですね、はい、ウーピンがですね、はい、え、まさか山に1枚生きてますね。1枚か。ここに松本が、はい、1つ使っています。パーマンは1枚、あ、パーマン積もった、積もりました。前田ウーピン積も、初ドラさん2400、2400、あ、40分、あ、初アンコですね、失礼しました、2400、うん、え、ここでマンガンはさらに縮まりましたね。今ので4万点ぐらい、はい、あとマンガン一上がりぐらいじゃない。親の漫画か。今の柴田義和の気持ちもさすがにあまりある、もう来ないでほしい、しかしやらなければいけない。前田がリーチをかいくぐって、さあ出ましたか。こちらでは、おお、21.1 差、12.5 じゃない、12.5 差、あ、ちょっと待ってください、マイナスとマイナスなんで 12.5 差ですね、はい、あ、そうか、
大変です。 12.5 差で、はい、これ現状トップとラスなんでシンプルな素点だけで、前田さんトップなんだ。前田が現状、はい、3万9千で松本をかわしております。じゃあ 12.5 だから合ってないようなものになってきております。今マンガン積まるともうほぼほぼ、はい、500点差とかになるってことよね。はい、もちろんし計算だと、そうですね、逃げたい柴田、追いたい前田、2局ドラはパーソー、ゼロ本場柴田の親番、ラス親だからね、ラス親には前田が待っています、うん、あと近藤さんが親がないからね、よっぽどのこと何か起こった時守備的に打つ可能性もあるよね、はい、リーチとかにはね。となると柴田さんが上がらない限りラスになる可能性も高いし、はいね、これは柴田にとっては苦しい半チャンとなっています。追われる立場です。言いそうじゃない、あ、実通か、難しいですね。おさあ今度は国士無双でしょうか。6万か、これは。あ、枝は親じゃないんだもんね。一気通貫の目は残しています。ここはスーピン。頭をトンなんだね。はい、頭をトン。本当は国士に走る。お、松本が進んでくる。頭がトンじゃないよ。頭がトンではなくなる。近藤さん国士ないですよって話だよね、前田さんから見て。そうですね、もうないですよと、もちろん言えません。柴田さんいいじゃんってんだ。柴田は、うん、はい、前田をリーチあるんだよね、柴田さんは今回突き放したい。今回の柴田はリーチ、そうです、親ですから。親で、うん、はい、お、一通だ。いや、二差し、うん、一通だよね、数ピンじゃない。さあ、この難しい形を先ほども二差しに仕上げてきた前田です。あと頭にもなりやすいしね。一気通貫の方、前田対柴田という状況になっています。さあ、思ってなかった方が来ましたが、うん、1万切っておくと、はい、あれはね、7万8万ポンで単用のテンパになったけどね、はい、柴田さんの手ね、はい、完了マンを残す形でした、うん、国士もいるからってことかもね。ああ、やっぱり、うん、どっちもありだ。さあ、まだ4枚目の八百中は場に出てないでしょうか。うん、出てないけど、はい、前田さんチャンスなんだよね。さあ、チュン、ああ、そっか、一応4枚、まあ、もう形はこれでいこうって、イースーソーとパスは無駄ないからってことですね、はい、前田さんは。なるほど、まあ、老朽装備機のテンパイは逃しちゃうよね。あれ切っちゃうと柴田がテンパイ。おっと、ここはリーチには いかないんですかね。短期の選択、うん、一番短期にした、はい、動いた。松本が仕掛けます。ドラ切んの、ドラは切らないと。スチピンもまあまあないからね。とりあえずってことですか。はい、松本がチュンポン、チュンをポン、ここでドラ切りでしょうか。お、面白いね。前田さんチーじゃないこれ、はい、さあ前田がチーしない、しないか、はあ、これリーチか、リーチ、なんと直前にパーソーをうまいこと処理されましたが、もう嘘、4枚切れだからね、はい、そしてパーソーはここに2枚、あれでもあと1枚ですか、パーソー、うん、
1もあるんだ。はい、スッチピンは現物、あの松本さんのね先輩が、はい、そうは4枚切れ、バーソーは1枚切れですが2枚使われ、松本さん振ってもいいわけだからね、振っても別にって、はい、親に打たなきゃ。松本は曲進行をさせたい、小型に自分が上がりに行って小型に振る分には別に悪くないぞっていう、はい、親に振るのだけはもう勘弁よみたいなっていうことですね。まあ親に振っても2回は振れるからぐらいよね。確かに余裕はあります。3回は振れるか、貯金だらけです、うん、4回振れる。そうですね、4回打っても多分まだじゃないですかね。だからそして苦しいのがここ苦しいね、短期の転売で9万切りか8万か9万になるね、はい、どっちだと思う。嘘4枚切りの情報が、うん、粘るならってこと。そうですね、粘るならローソーか、はい、でもローソー出てないから気持ち悪いんだよね。あ、1枚切れ、1枚切れです。ローソー切るか、あ、パーピン、チーピンが早いからでしょうか。チーピン早いからでしょうね。はい、さあ転売を維持しました柴田、うん、ローソーでもよかったんじゃない。ローソーじゃダメだったのかな、どうかな。ローソーかローソーでもいいのか、パーピンということだったんでしょうか。8886とか嫌だったのこの辺ね、はい、ドラがパーソーあんこで、なるほど、8変則の変則のドラ含みに。さあ流局しました、柴田、松本、前田、三者の転売です。近藤が一人脳天という形、うん、柴田粘りました。柴田さん、近藤さんを超えるとちょっとだけ楽になるね。ラスじゃなくなるから、はい、順位点の方が変わりますので、うん、さあ 17.5 差ですね。リーチ棒の分だけ今差が広がりました。さあ南極一本バドラは両走、松本も仕掛けるんでしょうか。仕掛けると、うん、初は泣くんじゃないだから、はい、今までの傾向で言うと、ね、うん、勝ってるから何もしないという選択はしていません松本、うん、ポイントを使って勝ち上がる、はい、使えるものは使おうと。昨年新人が松本にしてやられた、うん、記憶は新しいです。さあ追いかける前田、今回は少し遅いか、親の柴田に、はい、ターツは足りている、手が入っています。ゴロチがある、遠くにゴロチが、近藤は一通も見ながら、うん、近藤さんか、近藤さんはうん、役満が欲しいぐらいよね。もうそうですね、近藤はもうなかなか可能性が厳しい状態ですから、ハネマンぐらいかな、マンガンじゃちょっと足りないかなぐらいの、もうハネマンベースぐらいですか、うん、さあ柴田ネックの裾をやってくる。前田さんもね、高い手は欲しいけど、はい、親元さん、柴田さんの親もね、はい、上がられちゃうわけにはいかないから。さあ前田の流派を、松本がポン、リャンシャンテン、うん、いって進んだ。しかしゴロチは、あ、一通残してとか、はい、ゴロチと一通残しました。あ、ほぼゴロチ狙いじゃないかな。9ピン4枚切れか。そうですね、一気通貫をするには9ピンがあと1個。9ピンは4枚切れ、ね、4枚9ピンないんですよね。だから前田さんじゃあこれほぼ567、はい、で見てるってことですね、うん、あと親を警戒してウーピンから打ったのかもね、うん、なるほど、親にはパワーピンが今現物になっています、うん、柴田への宝珠だけは避けたい。
そんな感じでしょうか、うん、それはない、うん、しないよね多分ね前田さんだったら、はい、ライバルへの報酬はもう報酬はないけど、はい、いやでも上がらないとっていうのもあるからねある程度前向きに、はい、このバランスです。そこに松本が割って入る。どうした？あ、ポン落とってる。3万のポン、いいシャンテン。どうする？もう一個なくか泣かないかちょっと興味あるな。さすがに3フーロは手がかなり狭い。ペーしかないみたいなね。はい、ペーがあるとはいえ、あとイースピンチにしちゃうとちょっとだけサブローソー、はい、ほぼ1点みたいに読まれやすくなっちゃう。イースピンチのチーのダウーソーになると、うん、そこの周り実装が出てる分、そうね、スーソーウーソーって照らしになるからダブルメンツっぽいもんね。はい、で完全にいらないんだったら現状トータルトップだから手をさぼやかさないで、はい、ウーソー切るじゃん。でもウーソー残ってるから、うん、イースピンチしてウーソーっていうのはほぼほぼサブローソーになっちゃうよね、はい、だってね隠す必要、はい、今ないですよね。そうそうそう、バレてても全然だから、うん、サブローソーほぼ1点ってのは良くないよね。あ、これで天敗です。これ穴開いた。お、イースピンチーのダウーソー、さあガラスのサブローソーが完成しました。松本、まあ、そうなんだよねこれ。まあ、つま上がり狙いよね。はい、で相手が来たらペイを落とすと。あとはジャントーが、はい、ジャントリャンゾーが頭のケースってあるのかな。はい、ちょっと思いますよね、もしかしてドラドラなのっていう。ちゃんとリャンゾーだったら積もりました。柴田積もピンフドラ1300は1400オール、でかい。この1300オールはでかい。前田を一旦突き放します。近藤さんこれ着たり、はい、着順も変わって一旦安全圏に一歩歩を進めます。見てはないけどね。はい、3000-6000とか欲しいねここはね。前田さんは前田が3000-6000になるでしょうか。さあベンチャンになります。難2局日本馬ドラは数走やっぱり近藤さんは加点する機会がほぼないんで、はい、だから柴田さんと近藤さんが変わるとしたら柴田さんが失点するしかね、はい、ないから。柴田にチュンの統一が入っておりました。そのチュンが前田が一つ余らしています。これで現状松本がトップ。そして、あ、そうなんだ。はい、前田が2着。あ、さっきのリーチボか。そうですね、リーチボの分前田が2着になっています。柴田が3着、近藤が4着と前田の構想、柴田とのトップラス少し予定と違うようになってきました。柴田と前田でチュンがもちもち。さあどこだ、どこでしょう、イーマンでしょうか。まあ、トップラスじゃないにしろ沈めとけば4万点ぐらい差をつければいいんで、はい、今何点ぐらい、今1万5000だから、はい、上の時にあと2万5000ぐらい、あと2万5000点遠いね。遠いですね、はい、現状 28.1 ポイント差、うん、ここ跳ね満積もるとかなり現実的になるけどね。さあ柴田の手がいい。前田さん中打ちあるもんね、これはね。はい、おドラだ、ドラも切っていく柴田、うん、シャンテン、リャンシャンテンか。いまいち手にならない、入ってこないですね、苦しい。近藤も数アンコウへの準備が整いつつあります、うん、先ほど数アンコウ天敗まではありました。
松本は二三戦ダブナン、はい、泣くとダブナンドラ1、ダブナンは泣きますか、泣くと思います、ほぼほぼおそらく、はい、うん、200% ぐらい泣くんじゃないですか。 200% ぐらいはもう絶対ですね、うんうん、少しさあダブナンが出た、松本がポン、これでダ・チーピンはスーチーマンの天敗、うん、ダブナンドライチチュンか、さあここでチュンを打つと、いや86もあるな、金物だもんね8万ね、はい、ダブナンの、ただ後から来たチーマンは、さあチュン、柴田義和動かず、もうほぼほぼここで吐く、受けようかなとか、あもう泣かないですかね、あれはどうでしょうか、イーシャンテン前田天敗だ、カンチーマン天敗、はい、カンチーマン、さあリーチを打つか、闇天だ、闇天です、もちろん2枚目のチュンですが柴田は泣きません、うん、なぜならこちら、さあ3色もいいペーコーもある、そして万一には守備もできる、前田がチュンチュンと落としてきた、近藤は数アンコウまであと2つ、9ピンかな、9ピン、前田と松本の現物ではあります、チュンはねいつでも はい、いけるだろうからね、9ピンはつもぎり、さあカンチーマンどうだ、うわ、うん、あ近藤さん天敗2万4万天敗が、あ、ピン切り天敗よ、入っていますが、一応3ピンが照らしだったのよね、そこがどう見るかよね、松本さんの、はい、松本の天敗はスーチーマン、うん、空切りだったんだけど、チュンがあるか、はい、ウーピン、ここはウーピン勝負に出ました、パーマンなら出上がりが効く形、うん、前田さん危ないね、前田が4万引いたら、そうですね、数万を引くとパーマンが宝珠となります、近藤はこのまま天敗維持でしょうか、うん、はい、天敗を維持、出上がりはしません、何よ、チーマンは宝珠ですが、10万切るかもね、はい、チートイツの天敗に取ることも可能です、取りました、チートイツのチーマン短期、チーマンは前田の論敗、役なしに構えましたね、松本がそのチーマンを積もり上げる、ダブナンドラ1、千二千は1200、2200、攻める手を緩めません松本、うん、いいんじゃない、さあ通過に向けてしっかり上がっていきます、難3局になります、松本の親番、ひょうひょうとした見た目です、あまり感情が前に出るようなタイプではないんでしょうか感情がないみたいなマシンのような、さあドラワチュン南三局、松本の親番、前田龍波が統一、さあ前田松本間ももう6000点ほど開いております、さあ千葉谷純が統一で入っている、何があんこだ、勝ち抜けなさいと言われたんでしょうか、うん、麻雀の神様に、しかしまだ前田の親番もある、123みたいな手ですね前田さんは、はい、前田は123、松本はちょっと苦しいか、前田ピンズが寄ってきた、3色か1通か、柴田はイーシャンテンだ、うんうんうん、チーソーのポンなんかできたら早そうだ、うん、
チームあるのかな、リャングマンの。リャングマンのチームありますか。あります、あるかな、あるんじゃない、まあ、ありますよね。テンパイを急いだ方が良さそうに私は思うんですが、やっぱりね、はい、ライバルのチャンスを消す。あっと、これで盤石か。両面両面のイーシャンテン。柴田にえらいいい手が入っています。えらいいい手、関西弁で言いましょう。えらいいい手が入ってる。さあ、前田はスーピンスーピンと、初ないからね。初がもう一色の方向性は、はい、初なかなかったんですよね。三色だったから。そうですね。表示牌の初。そうそうそう。近藤の二打目をスルーしています前田。これで二差しですか。はい。一通か二差しか選べるね。二差しの方が、あ、一通の方がなりやすいよね。確定だからこれ。はい。三ピンパーピン。三ピンパーピンと決まっている二差しを選択。先ほどもこのような場面で二差しを選択しています。ね、二差しの日なのでしょうか。うん、二差しで、二差しを選びました、ね、間です。はて、キューピン切った単用剣にはしないんだ。しないですね。一応三ピンパーピン頭切り替えて、はい、リューハリューハと、パーピンでもいいからボーラスの親勝負っていう見方かもし、前田さんはね。なるほど。言いそうでもパーピンでもいいんじゃない。はい。全然チーできた。さあ、チーができた。柴田、これはなんドラドラ、ね、リャングマンの天敗。ここでの上がりは大きい。もうオーラス前田との勝負、気持ちの準備はできているでしょう。ウーピンもつもぎった前田。さあ、リャングマンは場には2枚出ています。前田からリーチ、二刺しのリーチ。これ3ピンが当たるんですね、うん、こういう捨て牌で3ピンとかで当たると大体高いあるある公式ルールです。5万が現物だからね。はい、ここは3振りやすいよね。そっか、ウーマンが出てしまうと、どうした、柴田の上がり。近藤がウーマンに手をかけることはあるのでしょうか。いや、ありそうです。で、前田さんの捨て牌が、はい、3ピン、3ピンは宝珠です。前田の上がりとなりました。リーチ3色5200、結局どちらにも振りたくないっていう理由で選んだ牌が当たりだったって感じですね、はい、さあ、前田も食らいつきます。ここでの5200、さあ、オーラスとなります。第10期麻雀グランプリマックス一次予選 E 卓最終5回戦。さあ、現状こちらに条件計算は、前田さん親だからね、ほぼないんだ。はい、前田はもうあと2万点弱とのことです。4000オール、まあ、プラスアルファ、4000オールからの2000オールのような、そんな感じでしょうか。さあ、オーラス、ドラは9万、前田の親番です。なんだろう、なんだろう、デキメンツはない、チューンは統一、マンズがヨーロッパ。本当だ。第1打はイーピンか三蔵、イーピンか三蔵、本一したいけど、三蔵、本一を2色にしました。2色。さあ、近藤は第1打ウーソー、役満などを狙います。柴田はトンから、柴田さん全力ですけどね、はい、いわゆる特急券白が入っています。柴田のハイパイ、うん、松本柴田はこの曲、親が終われば勝ち抜け、ね、親に打たなければね、はい、振り込んでもいいわけだから、お互いで松本が仕掛けて柴田がそこに放銃するなんていう、いいピン、はい、形も想像できます。そこにブレーキをかけさせる前田。
どっから動く、前田さんは多分泣くんだろうけど、どっから動くかだよね。はい、はい、柴田手が進む。シャーから泣く、シャーから泣くってあんのかな。前田がシャーから泣く、あーランピン。やっぱり本一でちょっと絞られたら終わっちゃうから、はい、広くしてますか、うん、さあシャーどうする。泣かない。泣かない。まあ普通泣かないよね。そうですね。僕は泣きたい。柴田さんは泣きたい。チュンのバックという。もう流局狙い。流局狙いで天敗で終わろうという。あ、チートイーシャンテン。チートイーチのイーシャンテン。さあ9ピンが2枚切れ。あ、9ピン2枚切れ。じゃあ9ピン。8万。あ、8万。表示牌のパーマン。あと、いいシャンテン。全部リーチだな。まあ、まあ、9ピン短期だけは打たないけど。はい、ドラドラの松本。6万。じゃあ、9ピンこれで。9ピンでしょ。あ、本一見てるのかな、違うよな。本一も多少は見たんでしょうか。うん、どうぞ。あ、本一見てるんだ。チーピン、はい、引いてからの音が。機動力と打点と、うん、天敗リーチに行くのか。リーチ行くでしょう。白あるけどね、上茶がね、はい、あの単葉だから、はい、でもどうする、前田さんにいっぱい持たせないんだったら、あの監修、ね、リーチに行きました。あ、決めに行く、決めに行く。さあ松本、これは宝珠ありますか。まあ何やっても勝ちだから宝珠しないっていうのはあるよね。なるほど、もうどちらが勝つ勝たないは確かに。チートインしましたね、前田さん。さあ前田もイルカスチーピン、いません。場には0枚、スーピンが2枚、チーピンが2枚使われて、奥山ほぼほぼ上がれるはずです。さあ柴田、いませんでした。さあ前田がどうするか。チートイツかスーピン、 あかんじゃない、はい、あかんよこれ。これは関西弁でいうところのあかんやつです。両ピンってあんのかな。いや両ピンないよな、そんな余裕あんのかな。スーピンを打っちゃうまでありますか。両ピンか、おーすごい。ここは両ピン、スーピンかウーピンが当たりだなっていうふうに、はい、体感で思ってますか。さあ松本にチーピンが、あ、チーピンが薄くなってきた。だけど残り2枚、ただこれは前田の形は、いやむずいんだよこれね。むずいですね、これはチートイの方が受け広いから、ね、はい、で国士ね、自敗が出づらいから、はい、チートイツとしてはこう、あ、パーピン通った、パーピンが通った。さあ3ピンが貫通とか、よくわかんない、貫通よくわかりません。ドラドラの松本、パーピンか、うわ、でもパーピン狙いたいんだよね。はい、パーピンです。さあもうリャンウーマンもわからんしってなったら、チートイツに向けてトリアプロならスーピンを補充している可能性があります。あね、はい、僕も打っちゃうかも、もうわかんないって感じ。さあ柴田有利のまま終わるのか。カンカン、松本がここでアンカン。さあ、リンシャンから何を引いてくるか。なん、うん、さあ、前田。三層を切ってる。三層は行く。いやー、ちいちゃになっちゃいそうよね。はい、行くしかないという状況ではあります。ちいとやってるところに三枚目。そして、それがロンハイという。ポンできれば。だって近藤さんシャアも切らないもんね。はい、近藤はシャアも切りません。柴田さんがってことよね。さあ流局してしまうのか、うーん、柴田が積もるのか、筋の牌を切るかどうか。3万とかですかもね、はい、3万どうする。あ、動いた、どっち。3万をチー、これでスーピンの宝珠が、ウーピンかウーピンかな。あ、ウーピン
シャア、シャアは正解だ。出ない。近藤から出ない牌。さあ、テンパれるのか。スーピンが。スーピンだ。あ、柴田のツモ上がり。勝ち抜けを自分で決めました。リーチツモ500戦、値千金の500戦。前田の猛追をなんとかかわして、最後には自分で決めることとなりました。さあ最終戦、トップから、トップは松本、そして2着に前田、3着柴田、4着近藤という形で終わりました。さあ勝ち抜けたのはこちら、松本そして柴田義和の2名ということになりました。さあこの後は選手の話を伺っていきたいと思います。新人王コンビが勝ったか、はい、そうですね、若手が勝ったという形。はい、こちらにやった方がいいですね。はい、さあそれでは選手の皆さんにお話を伺っていきたいと思います。前田直也プロと近藤久春プロにお越しいただきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。では、前田プロから、はい、今日の感想から反省点などありましたらお願いいたします。そうですね、まあ、1回戦ですね、はい、やっぱりちょっとまあとりあえず様子を、まあ、全部とりあえず行ってみて、はい、まあ、8戦放獣して本一仕掛けに、そっからもう全く手が入らなくて、かなり辛い多分僕初上がりが3回戦目だったと思うんですよね、はいはい、これじゃあ勝てるわけないなと思いながら、ただこのまま終わるのは嫌 だったんで、はい、なんか楽はさせたくないなと思って、はい、4回戦からの追い上げというまあ4回戦もねちょっとなんか近藤さんと2人で1000点1000点みたいな感じで、ね、結局なんか序盤やこれなんか2人のためにやってんじゃないかみたいな感じそうそう、まあでも結果しょうがないのかなと思って、はい、そうそうそう、まあでもまあ少しは焦らせたかな、いやまあでもまあね序盤がダメでしたね。はい、ひとさんいかがでしたか。あ、そうですね、うん、あ、じゃあ前田さんなんかカーマ泣いてカーサマンあれウッパース上がったじゃないですか、はいはいはい、あれウッパースを引いたらどうするの。ウッパースを引いたらカンウーマンにしようと、カンウーマンか、はい、闇天の7の、うん、ロマンが出るみたいな、うん、意外と6万嫌で、うん、なんかカンローマン確かウソ3万ってなかったかな、あれは。あ、難しいとこでした。うーん、ウッパースは命だもんね、あそこさえ。でも泣きたくないとこよね。そうそうそう、うん、でもなんか、ね、ここまでないとウパースをどっかに近藤さん1枚切ってきて、あれどっか2枚でこれウッパースないのかな。あと1枚でしたね、パーソン。本当は2万も切りたいぐらいだったもんね、667の時ね、ピンズがね。まあでも3万よりも5万5万がいいかなと思って、5万打たれちゃったからね。そうそうそう、やっぱり5万打たれちゃうってのは良くないんだね。そうね、まあでもまあ親でね、そうそう、泣かされた、結構あ泣かされたなっていうところが結構あって、うん、これ泣かされた、泣いたんじゃなくて泣かされたなっていう感じ。まあ、序盤も本当松本くんの仕掛けに、まあ打点はこのぐらいかなと思って、まあとりあえずまっすぐ行こうと思って、でもさすがにこれだけ切れないのかなっていうのも、結構ね勝負手もめったに来ない勝負手とかも結局折りに回されちゃって、まあ、なかなか苦しかったですね今日は、はい、ありがとうございました。では近藤さん、今日の感想をお願いいたします。今日ハイは調子いいのかなと思ってやってて、うん、あの
完全マンの小山を打ってから急に、ああトイトイ、あの仕掛けが良くなったな。うん、なんかいつも泣いてるような気がするし、差し子のやつですね。うん、あれから急、もう急ブレーキかかったような感じになっちゃって、はい、なんか、その後は全然いいとこなしだよね。もう最後の方もずっと、まあ降りてるだけで、たまに行くと大体当たっちゃうし。でもスワンコ、ね、スワンコ、そうですね、あと山に1枚スワンコ残ってましたね。うん、これスワンコかなと思いながら見てますね。まあ、積もるのかな、積もるのかなと思って、積もりそうもないなと思ってそんな陽気じゃないなと思って、はい、ドラの数万があと1枚残ってましたので、視聴者からもうちょっと競ってるとね、あのウーパーピンでもリーチかけてたんだけど、ハレマンがなんとかなるんだったら行ったんだけど、あんだけ得点を2人で離れちゃうとね、そうもう残り2回で100ポイントだから、まあただあの時柴田さんが親だったから小林かぶらせるのがいいのかなと思ったんだけど、いかんせんちょっとなぁと、スワンコ見えるのを潰すのは良くないかな、うん、柴田さん的にはいかがでしたでしょうか、今日の近藤さん。はい、はい、まああれを両面のね3個ドラドラリーチする近藤さんあんまり見たくないっていうのがあったんでまあどうせやめてにしてもチンピンスポンでしょうね、チンピンでシャンポン、うん、そうそう、結局ローピニーリーチなんですね、うん、道中はね4万あったんですよね、4万前田さんが確かリーチの前に4万、そうスワンコ短期のリーチなんて4番持ってきた、ね、まあ、あとはそんなにいいとこなかったんで、まあ、いいとこなかったなんとも言えない、全くあれ良くなかったよね、あの7700ダブナンドラドラだっけ、あーあーパーミネートね、あーイースソーってやつか、イースソー違うか、ローキューソーか、あれが良くなかったかな、そうね、2000点にも見えるけどね、そうそう、なんかあれでドラ切ろうかと思ってたぐらいだから、まあ、ドラで当たることなさそうかな、あれで楽させちゃったような、うん、そうですね、うん、あれよくなったということで、では、はい、お二人今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした、最後にではあのファンの方に一言ずついただいてもよろしいでしょうか、マイクさんから。そうですね、今期まあこれで終わりなので、まあ、来期また A1 ね、来年は13あれ13戦かまだ決まってない、本当？わかんない。え？あ、まだ言っちゃダメ。わかんない。とりあえず、はい、とりあえずですね。まあ、A1、そうですね。まあ、決定戦、とりあえず残れるように、はい。まあ、とりあえずそこを軸に頑張りたいと思います。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。では、近藤さん、お願いいたします。そうですね。あの、リーグ戦、最終戦、リーグ戦の最終戦からなんかずっと、3着と4着しか取ってないんですよね。今日も3着、4着。ずっとダメなんで、まあ、映るから終わりよ、終わり、そろそろ終わりよ、そうそう、まあこれで今期終わってくれたんで、うん、まあ来期はまた新たに頑張りたいと思います、応援よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。では今日本日お二人お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。映るよ来週あるんですよコロナよりきついよ。そうだね、コロナ並みだ、嫌なやつだ放送なんですけどはい、お疲れ様。はい、お疲れ様でした。おかけください。はい、はい、さあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。柴田義和プロと松本幸寛プロにお越しいただきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。それではちょっと感想を一人ずつ伺いたいと思います。まず柴田さんから。はい、どうですかね、まあ、3回戦終わって結構離れて、近藤さんと80、90かな、はい、で上下離れたんで、まあ、大体そんな前のめりに行かなきゃ大体大丈夫かなと思ってたんですけど、4回戦目がなかなか苦しかったですよ ね、追われる側として。そうですね、ちょっとまあ行けるところ最初行かなかった、まあもう折りで諦めるのが早かったのもあって、まあちょっとさばけるところをさばかなかったからなったのかもしれないですけど、まあ全体としてなんかいつもとは違うトーナメント仕様で打てたんではないかなとは思いますけど、はい、まあなんかミスらしいミスともなんかいくつかあったかなと思ったんですけど、あの親で77テンパイしてるカンサンワン
4人で積もってるようなペンサーマンの3色覚えてますか。松本さんがウーソーで本一トイと言ったんですけど、発生はああはいはいはい、はい、あったね、はいはい、3枚なかったんだっけ、3枚1枚あったんだっけ、なんかそういうやつやったんですね、1枚切れでなんか、はい、誰でも掴んだらベスコンの3番、はい、近藤さんが確か3番持ってた、あ、本当ですか、はい、あと1枚だった気がします。隣ならあのウーソー行かなくてもいいかなとかって思いながらちょっとやってましたけど、うん、どうでしたかね、まあ、はい、結構、まあ、3回戦終わってこんなオーラスというか最終戦ヒヤヒヤするとは思わなかったですけど、なんとかかんとか、はい、って感じでした。柴田さん的にはどうでしたでしょう。こっちの柴田さん、あ、はい、こっちの柴田さんですが、こっちの柴田さんのマージャンはまあね、はい、まあちょっとポイント下がりすぎてね、道中ちょっとなんか、まあ、最後ちょっと焦ったんだろうけど、それでもまだね余裕あったかなぐらい、うん、まあ、打ってる方にはないよね、あそこリーチ打とうかぐらいだもんね、親番ね。そうですね、まあ前田さん、うん、そうですね、前田さんとトップラスで3万点ぐらいだったんで、うん、まあ、そんなあの焦るまではなかったんですけど、普通にやってればね、うん、まあでもやっぱり前田さんにリーチって言われるとね、やっぱ焦りは出ましたけど、ね、うん、まあなんとかなんとか、まあ本当松本さんが強かったですね今日は、本当松本さんについてった感じです。ついてきた、はい、ちょっと前なんか道を通してくれたんで後ろをはい、はい、ピヨピヨ様でした、はい、さあそれでは松本さん感想をお願いいたします。はい、今日まあ、新人をということで出させていただいたんで、はい、まあ、他の3選手に比べて、まあ、チャン力であったり経験を取るのは目に見えてたところなので、まあ、新人らしく最後まで戦って、はい、まあ、勝つにしろ負けにしろやろうと思ったんで、まあ、それがたまたま良かったのかなと思います。なるほど、という謙虚なお言葉が出てるんですか、はい、柴田さん。まあそうじゃない、はい、なんかよくわかんないんだったら攻めちゃった方がいいじゃん。なるほど、そっちの方が多分いい方向に行くだろうし、変にね守っちゃうと溜まる方向に行くだろうから、はい、今日はねほぼ完封したからね、うん、90いくつか浮いたしね。はい、もう、はい、そうですね、完封せないですよ。途中ちょっと恥ずかしい泣きしちゃったんですよ。でもどこですか、完全に1、2、3、2、久しぶり。いや、そうです、そうです、 あ、はい、あれやっぱそうだよね。いや、そうです、ずっと1、2、3、1、2、3と思ってて、で、イースワン薄くなって、で、目の前でスーワン、スーワンって切られて、はい、薄くなってきたなと思って、スーワン切られて、チーって言っちゃったんですよね。で、カンスーマンでチーしたやつですよね。そうです、確かそうですね、はい、うん、なんか1、2、3、1、2、3って思ったら、マンズが1、2、3で持ってる勘違いしちゃって、はい、マンズは確か2刺しでしたよね。そうなんですよね、チーって言ってから、ローマの頭であれ2刺しだと思って、はい、あ、チーの後に、うん、しかも、スーピンも勘されてて、単葉にも一個できないし、経典取るにしては早すぎるし、ま、ちょっと恥ずかしいな。6巡目ぐらいでしたもんね、確かに、はい、あ、恥ずかしい、恥ずかしい、あれが恥ずかしい。新しい言葉になりました、恥ずかしい。その方も多分フォローできない、泣きしちゃったなと思って。もうちょっと、はい、そうですね、僕素直なんでよくわかんない。ちょっとキャッチフレーズできましたね、はい、恥ずかしい、松本幸宏、ちょっと恥ずかしかったです。雪乗りという雪ね。そうですね、今日ややこしかったです。お名前ご柴田さん、柴田さんで、広雪、雪広、別に名前出てこないんですけど、雪乗りって下の名前関係ないでしょ。柴田義和さんじゃないですか。で、立ち会いに今日吉田さんじゃないですか。途中で今日すみません、私は柴田さんのことを吉田って普通に呼んでさあ吉田のハイパイ見てみましょう。吉田ってなって自分で言って自分で気づく場面です。間違いない感じですね、はい、そうですね、はい、なのでもう、はい、その辺は大変失礼いたしました。消されるかもしれない、はい、消されたら私がやらかしたなと思っていただければと思います。はい、ということで、では、お二人は2次予選に、進むということですので、はい、ちょっと今後の意気込みなども、はい、ファンの方にも向けてお言葉いただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、どちら、僕からでいいですか。はい、じゃあ柴田さんから、はいはい、こっちの柴田さんからです、はい、まあそうですね、なんとかかんとか勝ち上がれたんですけど、うん、はい、まあ、次会長とかですよね、会長と久里さんと誰、本田君って言ってたかな、そうですね、うん、はい、本田君が同期なんですよ、28期の。あ、なんで、そうなんですね、初めてできるんで、はい、楽しみなんですけど、まあ、また強いメンバーと大会戦もやらせてもらえるんで楽しみですけど、月曜だと思いますけど、うん、はい、また調整して頑張りますんで、はい、応援してください、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。では松本さんお願いいたします。はい、次、まあ、まあ、どの卓、ハーレムズ卓、まあ、どの卓に行っても本当にすごい方としか対戦しないので、挑戦者の気持ちというか、挑戦者で
常にあるんですけど、はい、次回は女流3人との対決ということですね、はい、そうですね、はい、はい、まあ、今日もちょっともうあの1回戦とかすごい目の前真っ白になりながらもう今ちょっと全然覚えてないんですけど、まあ、もうちょっと落ち着いてあの臨めたら、対局中はとても落ち着いたように見えてたんですよ。よくそういうふうに言われるんですけど、実はもう真っ白だったんですか。真っ白です、ね。はい、そうだったんですね。全然見えなかったですけどね。あ、はい、ちょっと一つ言わせていただきます。はい、あのうちの妻が、はい、あの同じ北海道本部 の、はい、あのプロをやってるんですけど、はい、今日実はあの誕生日でして、あ、じゃあおめでとうございます、はい。奥さんに向けて誕生日メッセージか何かを。あ、そのメッセージ、はい、妻ありがとうございます。ハッピーバースデー。今日はあのそれはそれもあって、みんなで歌いますか。大丈夫ですね。とりあえず一人で。あ、絶対に今日通過したいというふうに思ってたので、まあ、それができて、よかったです。今日妻のためにあの頑張ろうと思ってたんで、次は自分のために頑張ろうと思います。妻のために頑張るとあんま強くなるんですね。いや。はい、まずは結婚から頑張ってみたいと思います。はい、ということでお二人今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。さあ、そして次回ですね、次回の、はい、グランプリマックスは2月24日月曜日、はい、二次予選からという形になりますね、うん。さあ、なんと森山会長と佐々木聡さんが出てくるということで、はい、ぜひ、ご覧になっていただきたいと思います。連盟チャンネルで15時からです。はい、ということで本日はこの辺りで、失礼いたしたいと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。